わしの名はアリストテレス、万脈の祖と呼ばれておる。今回は慢性腎臓病の治療薬開発に取り組んでいる崇城大学薬学部の医療薬剤学研究室を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学薬学部門脇大輔教授の医療薬剤学研究室じゃ。ここではどんな研究を行っているんじゃ。簡単に言うと、腎臓と薬についての研究してるんですけど、そもそも私病院薬剤師をしてまして、でその時に、腎疾患の患者さんをたくさん見て、やっぱりなかなか有効な治療法がないとか、その後にどうしても透析に移行するっていう、非常に治療に難儀する、疾患だということをすごく感じて、ここに対して何かアプローチしたいなと思っておりました。大学に戻るきっかけがございまして、そこから腎臓と薬についての、研究を進めてきたというふうになります。でその時に、注目してたのが、腎臓と酸化ストレスというキーワードで、現状でも腎疾患に有効な薬は、未だになくてですね、なので私が今考えているのは、すでにある薬を、どううまく使うかということで、それを腎臓の治療に応用できないかということで、特にその中でもそのいわゆる酸化ストレスを抑制するというところの薬の特徴をこううまいことこう引っ張り出して、治療に応用するということを、一生懸命頑張っているというような感じになります。何やら難しそうな話じゃが、この医療薬剤学研究室にはどんな特徴があるのじゃ。薬側からすると、もともと何かに使う薬だったんですけど、そこに、副次的効果、いわゆるおまけ効果と言われるものを私が一生懸命探して、でそのおまけって言われるものが、抗酸化作用というところになってくるのかなということで、この抗酸化作用を持つ薬を世の中に出ているものから探して腎臓の治療に応用したいというのを、目指しているという形ですかね。それをするにしても、やっぱりその実験研究も大事ですけれども、やっぱり実際の患者さんとか現場でのその薬の使い方っていうのも大事なので、現場の先生たちとも実際の患者さんのデータを使ったりとかして研究をするような、そのいわゆる臨床的な観点からの研究なんかもやっておりますし、最終的には薬剤師さんともコラボしながら基礎薬学と臨床薬学をつなぐといったような循環型の研究が進められればいいなと思って、努力しているところです。大学ならではといったところだと、やっぱりその実験ができるっていう、やっぱりその病院とか薬局とかっていうものってやっぱその実験装置がなかったりとかするので、そういったところは大学ならではの研究ができるのかなと思うので、現場の先生たちができないことを大学で頑張るといったような形かなと考えております。ふむふむ、今後の目標はどう考えておるのじゃ。実験研究というものは、ずっとこれからも続けていくっていうことかなと思ってます。治療薬の探索っていうのもずっと続けていくんですけれども、疾患の早期発見につながるような取り組みなどにもちょっと力を入れていきたいなと思ってて、でその中で今一つ注目しているのがおしっこから腎疾患を探すっていうことができるんですよね。検尿自体でタンパクが入ってくると腎臓が悪いっていう目安なんですけど、タンパクを検出するようなものを日常生活の中で取り込めないかとか思ったりとかですね、あとはおしっこの中に薬が出てくることで尿検査の結果が変わったりとかっていうことがあったりするので、医薬品と尿検査の相互作用みたいな、こういったところの情報整理だとか、今までみたいな実験研究もしながら、ちょっとおしっこの方にも力を入れていきたいなというふうに今考えているところです。門脇教授率いる崇城大学薬学部医療薬剤学研究室のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。